アグネス・ポッケルス・アグネス・ルイーズ・ビルヘルミーネ・ポッケルスは、ドイツの女性科学者である。女性に高等教育が許されない時代に、主婦の仕事の傍ら、科学実験を行い表面膜用水槽天秤を製作し、表面張力の研究に貢献した。イタリアのベネツィアで生まれた。父親は、オーストリア陸軍の軍人であったが、父親の病気で、家族は、ブラウンシュバイクに移った。 幼い頃から科学に興味を持っていたが、当時のドイツは女性が大学に進むことはできなかった。弟のフリードリッヒ・ポッケルスがゲッティンゲン大学に進むと彼を通じて科学の文献を読むことができた。20歳の頃に台所の片隅で表面膜用水槽天秤を製作し、表面張力の研究を行った。 実験結果を発表する方法がなかったが、1890年に、レイリー卿の表面張力の実験の論文が発表されると、物理学者になっていた弟のススメでアグネスは、レイリーに手紙を書いた。その内容が認められて、論文は1931年に、ネイチャー誌に掲載された。1931年、ドイツコロイド学会からローラ、レオナード賞を受賞し、 翌年ブラウンシュバイク工科大学から名誉博士号を受けた。その3年後にブラウンシュバイクで没した。ありがとうございます。